お。ふふ。本棚を置いてー、ゲートが出るー。あのベッドで異世界への動画、見えないゲートについて、たくさんの方が検証してくれました。だから私もねー。おーおー。出たこれ、これですよ、見えないゲート。触ると現れる。この辺りにも。あれ、ゲートの向きは、どこだー。こっちかな。おーおー。こっちにあったんですな。そしたら、はいはい、そういうことなんですな。うんうん。なんか面白いですな。お、ここに本棚を置いてみましょう。おーおお。もう一回。どこだー、ゲートよー。お。ふふ。本棚を置いてー、ゲートが出るー。楽しいー。ちょっと癖になりそうですなー。なんかちっちゃいゲートができましたな。うん。かわいい。ほらほらー、かわいくないですかねー。よし、他にも本棚を置いていきましょう。ふふ。こっちにも。おお。これを使って何かできませんかねー。いやー、これを実際に見ると、ほんとすごいですなー。本棚を置いたらゲートができるんですよ。すごくないですか？しかも可愛いんですよ。やばいドスなー。あ、ちょっと入ってみましょう。ふふ。酔いますから注意ですぞ。おーおー、ぐわんぐわんするー。なんかー、楽しいー。ぐわんぐわん。あー、気持ち悪かった。うん。おーおー、ゲートが完成してる。うん、そういうことなんですな。はい、楽しかったですねー。ねー、皆様のこういう検証もどんどん私に送ってくださいな。待ってますぞー。ふふ